の日。奇妙なものに出会った。はい、皆さんおはこんばんちは、シュワです。今回プレイするゲームはレベル5の、現在アニメも放送中、妖怪ウォッチっていうことでね、一応自分としてはちょっとアニメを見てる程度で、あんまり内容知らないんで、やりながら覚えていくような感じで進めていこうと思います。この上の学習ノートっぷりがいいね。桜ノートみたいな、ジャポニカ学習帳的なね。主人公男の子女の子、男の子がケイタ君で女の子がフミちゃんだよね。フミちゃんって女主人公だったのか。男の子、主人公の名前を決めてください。他の人に見られても良い名前にしよう。なんだその注意書きは。一応デフォルト名はケイタ君だったかな。決定。いいよ。妖怪ウォッチ。妖怪ウォッチ。大丈夫、分かってる。本体内蔵型か。うわ、眩しい。あ、公園から始まってる。じゃーん。お、昆虫採集だ。どこで捕まえたんだい？別荘の近くに森があってさ、レア物がいるんだよね。捕まえたな、全部割れたけどな。ヤセフの自由研究、昆虫採集じゃなかったっけ。あ、そうだったっけ。いや、岩主めくってデンゴムシでもあげればいいんじゃない。ギャッ、もうやめなさいよって。ジャイアンポジとスネオポジとしずかちゃんポジだな。俺だってちゃんと捕まえてるぜ。いいよ、今度絶対見せてやるぜ。奥でブランコ座ってる子誰だろう。待ってるぜ。ダッシュで自宅に。ただいま。なかなか広い自宅だな。俺もレアの虫いっぱい取って絶対熊谷館長見返してやるぞ。これは小学生の男の子にはちょっと違うセリフ感だな。よし、絶対虫捕まえてやるぞ。でもレアな虫ってどこにいるんだろう。公園かな。お母さんにちゃんとどこに行くのか言っておかなきゃ。パッドが移動、 B がダッシュ、十字の方は動かない。こっちか。結構移動速度速いな。調べれるのかなこの辺。LR で視点変更か。45度までか。まあこれぐらいの方が分かりやすい。お、ここは両親の部屋かな。ベッドが2つ。俺は一体何を言っているんだ。ケイタ君の部屋の方がでかいぞ。あ、トイレ。あとはテレビがでかいな。エアコンもあるぞ。パソコンは個人用はなし。あ、お母さんだ。ちょっと虫取りに公園行ってくるね。あら、かわいいお母さん。昨日は夏休みの日記ちゃんと書いたの？ちゃんと書いとくよ。
あーなるほどね、日記がセーブね。お風呂割と広いなこの風呂、その割に湯船が攻め。日暮れまでには帰ってくるのよ。メニュー、日記、決定。お、早い。あ、ちゃんと靴履く。何？細かい。で、三角公園に行ってみよう。ニューようこそ妖怪ワールド。公園出発だ。下画面はマップか。真っ黒になってるね。事故、事故る、事故らない。急ブレーキ、危ねえぞ。危ないな、お前だ。この黒いとこは現在行けないところってことか。高校生、夏、海にでも行きたいな。素敵な出会いの待つあの海にね。どの海だ。マップ引くってある。さくらニュータウン、住宅街。あの右下のあの辺、触っても出ねえか、画面には。海かな。こんだけマップでかすぎるとどこ移動してるのかわかんねえ。ダッシュにはスタミナがあるんだな。あ、でもスタミナ回復割と早いし。こんなに暑いのに用事があるから外に出なきゃダメなんだ。この辛さ、暑さに強い子供たちにはわからないだろうね。暑いから引きこもっていたいってことだな。わからないでもない。そっか、小学生は夏休みに入ったのね。思いっきり遊ぶのよ。じいさん、この辺も変わったな。どんどん家が立ち寄る。公園に行ってみよう。あ、赤信号じゃねえか。いいかな。木に近づくと虫眼鏡。さっきのこの子、ブランコ楽しいよ。虫取りも楽しそうなので変わってあげようか。俺が虫を取ってやる。お、いるじゃんセミ。レンズ合わせてタイミングよく捕まえよう。ん、これでいいの。当たりで止めろ。くる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 よっ。お、押した位置から一回転でところか。ゲッツ。ミーン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 。あれ、川の虫釣りかな。虫を取りに来たの。レアな虫っているかな。公園にそんなレアな虫いたらびっくりだわ。あ、いない。あれ、いるいる。あえてこの上のむずいところで。ここだ。あ、ぴったり一回転ってわけでもないのか。逃げられちゃった。そもそもこんな無茶をする必要がどこにあるんだって。もっと3つのとこ狙えよ。あ、大丈夫だ。いたいた。ちゃんと3つのとこ狙おう。まあそうだよね、1回転プラスアルファってとこだな。ミンミンゼミばっかりだな。いるいる。1回転より多かったり少なかったりだ。捕まえきっちゃった感ある。よし、もう全部の木を調べたな。いっぱい見てたけどレアなやつはいなかったな。なんか光った。今虫かごが光ったような。レアな虫って、まあ裏山かな。学校の用務員さん。学校行くか。学校、学校どこだ。もう一個引くか。こっちが学校。下画面見ながら走ると危ないな。駐車場はショートカット。ここは保育園。坂の上の学校だ。割と塀高いぞ。
信号赤ばっかりだな。待ってね。あ、ちゃんと押せるんだ。無視しちゃったけど。あー、なるほど。細けえな。チャーリー、用務員さんはこっちか。いました。お、いかにも用務員みたいな顔してる。なんだそのいかにも用務員みたいな顔って。大森山なんか行ってみるといい。高尾山じゃなくて。何、スーパークロミツ、黒って書いてる。大森山って言うんだよ。大森飯のように見えるから大森山なんだってさ。ちょっと前にあの焼肉屋で日本昔話盛りっていう大盛りがあって、うわあ、ここ雷おじさんっぽいね。ここで野球してガラスぶつけたらこら、それドラえもんか。あ、雷さん家だ。この辺りの木なら虫も行ってきそうだな。とりあえずレアな虫を探せばいいんだよ。ダッシュができる。ダッシュ早い早い。意外にダッシュしなくても早いんだよな。操作性が小気味いいんだよ。神社ちゃんと手を洗ってでお参りを。あ、じっさん、おふでじいさん、猫好きか。猫は、猫はいいの。猫は猫推し。私の自由研究どうしようかな。狛犬じゃなくてカエルなんだな。狛犬もいるか。お、なんかいる。猫か。むにゃむにゃ。猫だ、猫だらけだな。なーご、ついてくるかい。ついてくるか。ついてきなさい。ついてきてる、ついてきてる。かわいいな。ついてこれるか。あ、カミキリムシだ。あ、結構むずい。右の2個狙いかな。どれぐらいずれるんだ。いった、ゲッツ。ヘッフー、ロマダのカミキリを捕まえた。ヘッヒッヒ、なんかついてきてる。ここは一体、これくらい奥に来ればレアな虫も見つかるかな。この辺の木で探してみようっと。さっき先調べちゃったけどね。まあいいか。あ、クマゼミかな。クマ、こんなとこで何してるんだ。あえてこの辺にしたらどっちかにはかかんだろ。ゲッツ、アブラゼミだった。ツクツク胞子はいないのかな。つくつくほーし、つくつくほーし、つくつくいいや、つくつくいいや。うん、レアなやつはいないな。あれ、さっきまで閉まってたのに。せっかくだからこっそりと、せっかくだからこっそりと奥まで進んでみるぜ。これさ、別にこの辺から通ったらさ、こう封印されてても行けた感あるよねっていう。虫なんてどこにいるんだよ。レアな虫はおらんのか。うわー、おっきいな。うわー、おっきいな。トトロとかいねえかな。トトロとか。ん、なんだろうこれ。怪しい。入れろ入れろ。なんだ今の声は。何今の声。入れろ入れろ、入れろ入れれば入れすんぼ。なんだよこの声。三段活用。入れろ三段活用。こいつに100円入れろってこと。どういう発想だよ。入れちゃうのかい。100円入れちゃうのかい。ぬ、なんか靴がごっついな。ガリガリ、ガリガリ、ガリガリっと。モンスターボールかな。まあガシャポンだろうけど。
出た。私の名前はウィスパー。ウィスパー来た。妖怪です。妖怪です。ウィス、なんだそれ。妖怪です。ウィス、お前は何を言っているんだ。何これ、何これ。妖怪ですか。そうです、妖怪です。190年前、結構前だな。石に封印したんだよ。190年だよ、長すぎ。話が長い。かがらないほうがいい、帰ろう。190年って一眠り。妖怪は年を取らない。お化けは死なない。俺虫取りで忙しいんだよ。もっと面白いものを見つけませんか。もっと。妖怪探しなんていかがですかな。ウィス。だ、なんだと。なんかくれた。妖怪ウォッチだ。なんだこれは。それを身につければアンビリーバボー、なだなだなんと妖怪の姿を見ることができるのです。妖怪が見えるだと。いや、妖怪見えなくていいんだけど。な、なになに、消えた。妖怪ウォッチに反応が。これはあれか、捕まえた虫が妖怪フラグか。あれ、関係ねえか。さっき虫かごが光ったのがフラグかと思ったんだけど。上を押すとウォッチをレーダーに切り替えることができるぞ。隠れて旅館に近づけばレーダーの量激しく。え、虫はもういいのか。ちょっと歩いてみよう。あ、赤に近づけば近づくほど、もう諸分かりだけど、これ走り切ると、あ、遅くなる。これですよね、どう見ても。何もいないよ。それを押していただくと蓋が開いた。妖怪レンズ。タッチペン。ん？これか。逃がさんぞ。来た。きっと妖怪の仕業だ。トホホギスだ。チース。こいつも妖怪。ちょほほ、気持ちよく眠ったのにな。仕返しじゃ。問題ありません。妖怪のお友達を呼び出すのです。で、いやいや、いないし。お前、虫かごの中のセミをご覧なさい。セミが光ってる。セミが変身した。虫を見せばき、見事だった。みーん、惚れたみーん。妖怪メダルを差し上げるみーん。Thank you。メダル、ゲットだぜ。なかなかいいセンスをお持ちのようで。うん。セミマルと友達になった。セミマル。あ、ニックネームつけれるんだ。セミマル。ポケモンっぽいな。よっ、セミマル。特にもうセミマルの時点でニックネームみたいなもんなんだけどな。カタカナカタカナ、おまかせってあるじゃん。ミンミン、ジージー、つくほし、ゼミナール。あ、なんかドラクエの名前みてえだな。よし、じゃあつくつく奉仕ってことでつっくんにしとこう。こいつミミゼミだった気がするけどな。やばいな、こう一番初めでこうデフォルトでいかないって決めてしまったから、今度から捕まえた後の名前が大変だぞ。まあいいか、つっくんでいこう。セミマルのつっくん。悲しいな、完全に忘れられてるな。あ、なんかごめん、手加減しない。みーん、バトル。お、これか。技を選んでスタッツチャージです。
タッチペン出してるよ。戦う？技 OK。 技押せばいいよ。回せ。溜まった。チャージ完了。つむじ風の術。すげえ負けそうなんだけど。初戦からギリギリすぎねえかこれ。もうあと一発食らったら負けるじゃねえか。お、レベルアップ。力と素早さ、経験値とお金、梅おにぎり。おにぎり持ってんのか。まあいいか。びっくりした、いきなり襲ってくるんだもん。焼き鳥にでも頼むのかな。体もすごい合うし絶対まずいよね。意外に優しい。あ、いきなり2枚もゲットしてしまった。ドホフギスと友達になった。おまかせ。ホギー、トホホン、青い鳥、ギース。ギースいいね、ギース。この青い鳥ってこれ俺の発想に近いぞ。見た目から適当に決める。腹が本体。よし、次からはあのおまかせの中のどれかにしようかな。デフォで行くか。いいや、やっぱ腹が本体でいい。思った通りに行こう。はい、絶対腹が本体のやついっぱいいるわ。妖怪見てるのもらえきゃ、失礼して、鼻が高いです。ウィス。友達が増えてくると多くの妖怪メダルを持つことになります。妖怪大、妖怪大辞典。なんで言い直した。さすがだみーん。拙者の目に狂いはなかったみーん。あっばよー、また呼んでほしいな。安心しろ、6匹揃うまではずっと呼ぶさ。メニューの情報から確認できるぞ。レジェンドページ、何かが起こるかもしれません。どうです、少しは妖怪のことが分かってきましたか。ウィスパーいい声だな。分かるわけないし、妖怪いるとか普通じゃないよ。妖怪たちはあなたの暮らすこの町の至る所に潜んでいます。あんなところや、あんなところや。あ、貧乏い、貧乏神じゃねえか。そんなところや。あ、このボーノだ。こんなところにまであなたの知らない妖怪たちがいっぱい。アニメ大じゃなくて漫画も見てたな。そういや、妖怪ウォッチを使ってたくさんの妖怪と友達になりましょう。ウィス。あ、ウィスが高くなかった。キラーン。続く。